します。スティッキープラスの紹介を始めます。菅原と言います。よろしくお願いします。スティッキープラスとは、見れば分かるとき、ウェブページに付箋を貼るサービスです。で、まあ、見れば分かるデモですね。これがトップページになります。で、ここに URL を貼ります。例えば、こんな感じですね。で、そうすると、こういう画面になります。で、まあ、付箋をベタベタと貼っていくと。こんな感じですね。まあ、移動もできるし、中身もまあ、書けるとこんな感じで。あとは、例えば画像の URL なんかをこんな貼り付けるとですね、こんな感じになると。で、まあ、セールスポイント、シューティングスター使ってますので、こんな風に2枚ブラウザがあったら、例えば片方でこうこんな風にやれば両方になると。移動すればもうで貼れば両方でなると。それからもう一つ、フリッカーの検索機能と楽天検索機能があります。でフリッカーの方だと、例えば枚数指定して、ここで猫、すいません、猫とかやると、しばらくすると猫の画像がベタベタと貼られると。まあ楽天も似たような感じですね。で、まあその他の機能として、普通にこう、まあ最近の付箋し人気のページだと検索があります。それからブックマークレットあります。ブックマークレットでこうやると一瞬で付箋画面になると。それから Ruby から操作できます。このデモも Ruby から後ろから付箋貼ってるだけです。コードはこんな感じですね。まあ、あれ、すいません、しょっちゅう切れるんですよね、コメントは。以上、ご清聴ありがとうございました。早いですけど。はい、ありがとうございました。じゃあ菅原さんにお質問ある方いらっしゃいますか。はい、あ、どうぞ。付箋が増えてくると結構今の見にくい。見にくいですね。整理する機能欲しいと思いつつ作ってないですね。ああ、今後の課題ですね。これ付箋のデータはどこに、はい、サーバーですね、全部。安物の VPS サーバーの方に。ユーザーアカウントはあれでしたっけ？ユーザーごとにとかじゃない？一応ハテナでログインできるので、まあログインしなかったらアノニマウスでなりますね。ログインするともうちょっと変わりますね。ログインすると例えばこんな感じになります。こんな感じで。はい、自分の買った付箋しか見れないんですか、それともみんなの共有？みんな見れます。ただユーザーがついてるのはこう剥がせないですね、増田さんには。はい、シューティングスターってコメットの一種みたいな感じ？コメットを実現するライブラリというかサーバーというか、だいたい同時アクセスどれくらいまでいけるか試したことないですね。個人でしか作る3ブラウザぐらいまではいけます。これ、すみません、付箋の位置はどう管理してるんですか？位置は、上からの位置と右からの位置だけ、あ、左からの位置だけ管理してますね。はい、じゃあ、見てるブラウザの管理は、そうですね、によっては若干、まあ、見えなくなりますね。同じ字のところにかかると分かりないとか、だいたい大きい画面だと端の方に置いとくと大きい画面だと見れるけど、小さいと見れなくなるみたいなことがありますね。はい、はい、Windows のオーバーレイの管理とかっていうのは、これはiFrame で後ろに背景表示してるだけですね。 iFrame を最大化して、で中にその内部のサイトを表示させてる。そうですね、前にハテム TV っていうのがあって、それをパクった感じですね、やり方は。あ、
ういう使い割れ方がするといいなみたいな思ってたんです。あ、そうですね、会議なんかでこうみんなで付箋貼りつつ情報をリアルタイムで共有できるとかあるといいかなみたいな。あとはいかがですか。はい、じゃあ菅原さんありがとうございました。